どういう意味よ。お前よりも母さんと暮らしたいって言ってるんだよ。そう、勝手にすればいいじゃない。私がそう言うと、夫はニヤッと笑いながら荷造りを始めていた。その後夫は地獄を味わうことになるのだった。私の名前はのぞみ、38歳の会社員だ。私にはマサトという現在お付き合いしている人がいる。彼との出会いは仕事関係だった。私が働いている会社によく営業に来ていたのがマサトだった。彼はとても真面目な人という印象で、仕事に真剣に取り組んでいる印象だった。私の会社の上司はなかなか厳しい人で、そう簡単に説得することは難しい。だがそれでも彼はめげずに営業を続け、そして契約にまでこぎつけていた。その姿を見て、私は彼がとても誠実な人なのだなと思った。それから私が夫がいる会社との取引の担当者となり、彼とよく仕事をするようになった。そしてその時もちゃんとしていて、真面目で誠実という印象だった。いつからか、私は彼に惹かれるようになったと思う。また驚いたことに、彼もまた私に惹かれていたらしい。それから私たちは仕事後に食事に行くようになった。そして少しずつ距離が縮まっていき、私たちは付き合うようになった。交際が始まってからも、彼はとても優しかった。いつも真剣にデートプランを考えてくれるし、頑張って私のことをリードしてくれる。結婚するならこういう人がいいなと私は思い始めていた。そして順調に交際を続けていった私たち。すると最近、彼が私にプロポーズをしてくれたのだ。気がつけば、のぞみのことばかりを考えてしまう自分がいる。もう俺の人生においていなくてはならない存在になっているということだと思う。だからこれからの人生を俺の隣にいてずっと一緒に歩んでほしい。俺と結婚してください。彼からのプロポーズはとても嬉しかった。答えはもちろんイエスだ。そして結婚することになった私たち。だが私にとって一つだけ気になることがあった。それは私の年齢についてだ。私は今まで仕事に集中していたため、恋愛をあまりしてこなかった。そのため気がつけば38歳になっていた。もちろん最近は晩婚と言われるケースが多いように、年齢が高くても結婚をする人は増えている。だが彼は私の3歳下で35歳だし、例えば子供が欲しいのなら、もっと若い相手と結婚をした方がいいのではないだろうかと考えてしまう。私はその点が気になりすぎて、彼に尋ねてみたことがある。すると彼はふっと笑ってこう言った。年齢なんてものは俺は気にしないよ。俺はのぞみと結婚したいと思ったから、プロポーズをしたんだ。だから、そういう負い目みたいなものは感じなくていいよ。彼にそう言ってもらえて私はほっとした。そしてそれからは年齢のことは気にしないことにした。彼を信じよう。そう思い、私は彼と一緒に結婚の準備を進めていった。お互いの親への挨拶も無事に済み、両家の顔合わせも経て、私たちは結婚式を挙げた。たくさんの人が参列してくれて、私はとても思い出深い幸せな結婚式を挙げることができた。新婚旅行にも行き、この年になってもこういう経験ができて嬉しかった。たとえいくつになっても結婚というのは、女性にとって大きな幸せの一つなんだと思う。結婚後はお互いに働きながら、新婚生活を過ごした。私は一人暮らしの期間がとても長かったので、自炊は得意だ。だから基本的に私が料理を担当していた。食材が安い日にまとめて購入し、お肉なんかは小分けして冷凍をしている。野菜も余裕があれば八百屋に行って調達し、食材を無駄にしないように確実に使い切ることを目標にしている。夫は私が作る料理をとても美味しいと言ってくれて、
私は彼が満足そうにしている顔を見るのが好きだ。仕事が忙しい時に料理をするのはなかなか大変だが、夫が喜ぶ姿を考えると無理をしてでも頑張って作ってしまう。自分でも気がつかなかったが、私は好きな人にはとことん尽くしたいタイプなのだと思う。だから夫からメニューのリクエストがあれば、どんなに遅くてもスーパーに行って食材を調達して一生懸命に料理をする。のぞみ、いつもありがとうな。のぞみが家のことを頑張ってくれるおかげで、すごく快適で幸せな日々を過ごせているよ。マサト、夫にそう言ってもらえてすごく嬉しかった。結婚をしたら感謝の気持ちがなくなる男性が多いと聞いていたが、夫はそういうことはない。私のことをとても大事にしてくれるし、いつも感謝の気持ちをちゃんと口にしてくれる。私は夫と結婚できて本当に良かったと心から思っていた。そしてそのように幸せな日々を過ごしていたので、あっという間に月日が流れていた。私たちが結婚してから気づけば2年が経っていた。私の中では2年が経っても、夫との関係は良好だと思っている。そしてそんな中、私の誕生日がやってきた。のぞみ、誕生日おめでとう。ありがとう、マサト。こんな高そうなお寿司屋さんに連れてきてくれて嬉しいわ。何言ってるんだよ。40歳という節目の年齢なんだから大きなイベントじゃないか。そういう時は寿司だろ。ほら、ビールで乾杯しよう。うん。夫は私が40歳になったお祝いとして高級寿司屋に連れて行ってくれた。美味しいビールに美味しいお寿司で心もお腹も満たされて、とても幸せな40歳の誕生日を過ごすことができた。だが私の誕生日が過ぎたあたりから、夫の態度が少しずつ変わっていった。なんとなく冷たい感じがするのだ。マサト、お帰り。今日は仕事忙しかった。あ、まあまあかな。そっか。ご飯できてるよ。今日はマサトの好きな唐揚げだよ。あ、ありがとう。いつもなら夫は好物が出るとやったとか言って嬉しそうにする。それなのに今回は思っていた反応が来なかった。仕事で疲れてるのかな。もしかしたら何か嫌なことがあったのかもしれない。何かあったの？私はそうやって話しかけた。だが夫はそれに対してもそっけなかった。いや、別に。早く飯。うん。私は夫の態度の変化にすごく戸惑った。そして夫はほとんど会話をしてくれなかった。私が話しかけても、ああ、とか、うん、っていう返事だけで話を広げてもくれない。そんな態度を取られてしまっては、私もそれ以上は話せなくなってしまう。どうしたらいいかわからず、私はただ黙ってることしかできなかった。その後も夫は、私と全然コミュニケーションを取ってくれなかった。おはようとお休みくらいは返してくれるものの、それ以外の会話はほとんどない。一体どういうことなのだろうか。私はどうして夫が冷たいのかわからずに困ってしまった。そしてそんな状態が何ヶ月も続いたので、私はある日を決して夫に聞いてみた。ねえ、どうして私と話してくれないの？受け答えくらいしてよ。別に。別にって何？別には別にだよ。意味がわかんないんだけど。夫は私が会話をしようとしても、全然話してくれなかった。そして、それからも夫とは無言で静かな状態で、ただ一緒に暮らしているという状況になっていた。しかも夫はそれからどんどん帰りが遅くなっていった。深夜2時になって帰ってきた夫に私は、晩ご飯作って待ってたんだけど、と責めても、夫は無視をする。私が怒っても無視をしてくるし、
何を話しかけても無視をされる。一体どういうことなのかわからなくなり、私は本当につらかった。そしてどんどん夫への愛情も冷めていった。だが、こんな形で離婚となっていいのだろうか。私はこのことについて、義母に相談をしてみることにした。実は私は義母から、すごく良くしてもらっていた。きっかけは去年に義父が亡くなったことだ。その時に、私は葬儀の手配や準備などを率先して手伝った。悲しいことだが、数年前に私は母を亡くし、その際にも葬儀の準備などをしていたので、いろいろと手続きなどについて慣れていたのだ。きっと義母は義父を亡くして悲しんでいるだろうし、夫だって動揺しているだろうからと、私は自ら義母に葬儀の準備を申し出た。義母は心の内では義父の死でかなり動揺していたようで、あの時は本当にありがとうと感謝された。それからというもの、義母は私にすごく良くしてくれて、いろいろと気にかけてくれていたのだ。実は夫がいない時に、義母と二人で喫茶店でお茶をしたりということもあった。義母は、のぞみさんには本当に助けてもらったから、あなたも私のことを本当の母親のように思っていいからね、と言ってくれていた。だから、私は夫とのことを相談してみることにしたのだ。もしかしたら自分の息子のことだから、義母はちゃんと話を聞いてくれないかもしれない。だけど、それでも私は最後に義母に話を聞いてもらおうと思ったのだ。私がいきなり電話をして会える時間を作ってほしいと言ったので、義母は驚いていた。だが大事な話だと思ったのだろう。すぐに時間を作ってくれた。そしていつもの喫茶店で私たちは会った。のぞみさん、久しぶりね。今日は一体どうしたの？実は、私はここ数ヶ月ほど夫から無視をされていることや、夫が異様に帰るのが遅いことなどを話した。義母は険しい顔をしながら黙って話を聞いてくれた。私、どうしたらいいかわからなくて。そんなことがあったのね。義母は少し考えたような顔をした後、こんなことを提案してきた。ちょっと私が探りを入れてみるわ。え？だって息子の行動は普通じゃないもの。自分の息子を疑うというのも変だけど、何か隠していることがありそうだわ。大丈夫。私はのぞみさんのことを信用しているし、息子をあなたが怒らせたとかそういうことではないとわかっているわ。ちゃんと真実を知るためにも、私に任せて。あ、ありがとうございます。やはり義母に相談をしてよかった。それから義母はすぐに夫に連絡を取ったようで、夫は義実家に顔を出すようになったらしい。義母は嘘で自分の足腰があまり良くなくて、男手が欲しいということを夫に相談したそうだ。それで夫は義母の様子を見に行くことも兼ねて、来てくれたらしい。そこで義母はいろいろと夫と話をしたそうだ。軽い雑談の中に夫婦仲はどうなのかとか聞いて、ちょっとずつ夫の本音みたいなものを探るようにしたらしい。だがその際に、夫は夫婦仲はうまくいっていると話したらしい。全然うまくいっていないのに、義母にまで嘘をつくというのはどういうことだろうか。義母もその点が怪しいと感じたようで、きっと親である私にも嘘をつかないといけない状況みたいね、と言い、夫をさらに詳しく調べると言ってくれた。義母は夫に理解を示すように、まずねぎらいの言葉をたくさん投げかけて、夫をいい気分にさせる作戦を取ったようだ。なかなか夫婦生活を良好に続けていくのも大変でしょ、とか、全然実家に来て、ゆっくりしていっていいからね、など優しい言葉をかけて、夫が実家での居心地が良くなるように仕向けたそうだ。すると夫は少しずつ、家での悪口を言うようになったらしい。ぶっちゃけさ、
年齢の差みたいなの感じるんだよね。もう女として見れないっていうかさ。40歳ってなかなかのおばさんじゃん。俺はまだ30代だから若者の感覚があるけど、あいつはちょっとね、感覚が古いんだよ。夫は義母が否定もせず、怒ったりもせずにうんうんとうなずいて話を聞くから、どんどん私の悪口を言うようになったらしい。私はその話を聞いて絶句した。夫はそんなことを思っていたのか。年齢なんて関係ないって結婚した時に言ったくせに、いざ結婚したら真逆のことを言ってるじゃないか。私は夫に対しての気持ちが一気に離れていった。さらに義母から夫についての驚くべき話を聞かされた。今さ、実は若い子といい感じになってるんだよね。もしかしたらその子とくっつくことになるかも。そしたら絶対子供も産めるだろうし、母さんに孫の顔を見せてあげられるようになると思うわ。期待してて。夫はなんと不倫をしているようなことを言っていたそうなのだ。私はその言葉を受けてすぐに更新所に調査を依頼した。すると夫は本当に不倫をしていた。しかも自分よりも一回りほど下の年齢の子とそういう関係になっていたのだ。じゃあなんで私のような年上と結婚をしたのだろうかと本当に腹が立った。義母は息子の真実を知り、ショックを受けていて私に深く謝罪をしてくれた。マサトが本当にひどいことをしてごめんなさい。私も親として恥ずかしいわ。お母さんは悪くないんですから気にしないでください。 いえ、ちゃんとあの子には自分が何をしたのか分からせないといけないわ。のぞみさん、二人であの子を懲らしめましょう。はい。義母はかなりやる気になっていた。それに乗せられて私もやる気に満ち溢れてきた。そして義母と一緒にいろいろと計画を立てた。義母は夫の完全に味方の状態にして、表向きでは私を敵としているような発言を夫にして同調をした。そのため夫はどんどん気分が良くなり、義実家によくいるようになった。私と一緒に住んでいる家には帰ってこない日が増えた。だがそれは私にとってはそれが好都合で、義母との作戦だった。そんな中、夫がいきなり私に話しかけてきた。お前と一緒に暮らすの無理だわ。え？どういう意味よ。私はあえて何も知らないふりをしてそう言った。お前よりも母さんと暮らしたいって言ってるんだよ。夫は肩をすくめてそう返してきた。どうやら私の演技には気づいていないようだ。そう、勝手にすればいいじゃない。私がそう言うと夫はニヤッと笑いながら荷造りを始めていた。じゃあ俺はここを出ていくからな。ええ、どうぞ。そう言って家を後にする夫。その後夫は地獄を味わうことになるのだった。私は夫が去った後にすぐに部屋を解約した。この部屋は私が契約していた賃貸マンションなので手続きはすぐできた。そしてすでに新しい部屋を私は借りていたので、新居に荷物を移して引っ越しを完了させた。ちなみに荷物については、更新所で調べて分かっていた夫の不倫相手の住所に送ることに。夫は何も知らずに義実家に寝泊まりし、その間に不倫相手と会ったりして、楽しい時間を過ごしているのだろう。そして夫が出て行ってから3日後、どうやら夫の荷物が不倫相手の家に届いたらしい。夫から鬼電が私の元にかかっていた。もしもし。おい、一体どういうことだよ。なんで俺の荷物が。夫はその先を言えないでいた。それはつまり、自ら不倫を認めることになるからだ。だから私が代わりに言ってあげた。どうして不倫相手の住所に届いたのかって。え？更新所を使って調べたのよ。
それであなたの不倫の証拠もつかんでいるし、不倫相手の住所も知ったの。あと不倫相手に同棲中の婚約者がいたこともね。婚約者？あら、あなた知らなかったの？あの子には本命がいて、その男性と結婚するつもりだったそうよ。だけど、一緒に送った内容証明を彼氏さんが見て、大激怒しているみたい。そんな。彼女からは荷物が急に送られて困ってるとしか。ああ、それはきっと内容証明は彼氏さんが見て、隠したんじゃないかしら。実は内容証明を見た不倫相手の婚約者から私は連絡をもらっていた。そして実際に会って夫に対して一緒に慰謝料を請求しようという話をしていたのだ。また不倫相手と夫を油断させるために内容証明は隠しておくという話になっていた。ここで夫に話して驚かせてやろうと思ったからだ。その作戦は見事に成功したようで、夫はかなり動揺していた。そんな。嘘だろ。あの子は俺のことを愛してくれているとばかり。残念だったわね。不倫相手にとっては、あなたはただの金づるだったってことでしょ。だけど不倫した事実は事実なんだから、婚約者さんからも慰謝料は請求されるわよ。そんな。自分が犯した過ちを受け入れて、しっかりと反省しなさい。私はそう言って電話を切った。そして弁護士を通して夫と離婚をし、不倫相手と夫に慰謝料を請求した。二人は不倫相手の婚約者からも慰謝料を請求されて、多額の借金を背負うことになった。また元夫は実家を頼ろうとしたが、ここで義母は私の味方だったことをばらし、元夫と縁を切る宣言をした。あんたがここまでだらしのない、最低な人間だったとは思わなかったよ。二度とこの家の敷居をまたぐな。そう言って元夫を追い返したそうだ。実の母親から縁を切られ、また不倫相手に婚約者がいたという裏切られ方をされ、多額の借金だけが残った元夫。だが私は元夫の職場にも内容証明を送っていたので、このことは彼の職場の人たちにも知れ渡った。信用が大事な営業マンにとって、致命的な失敗をしてしまった元夫は、その後仕事を回してもらえなくなり、窓際の部署に追いやられて給料もどんどん下がっていったそうだ。だが多額の借金の返済があるので、仕事を辞めることもできず、今は寂しくて貧しい思いをしながら、職場とボロアパートの自宅の行き来を繰り返すだけの日々を送っているらしい。本当にいい気味だし、自業自得だ。一方、私は会社近くのマンションを借りて住み始めたので、遅くまで仕事に打ち込むことができ、どんどん結果を残せている。また元義母とは今もお友達で、たまにお茶をしに行く仲だ。元夫との結婚は失敗だったが、元義母と出会えたことは良かったと思うので、それだけは感謝しよう。そして私はこれからも仕事に打ち込みながら、プライベートも少しずつ充実させていきたいなと思う。そこにいたのは、なんと2年前に私を捨てて不倫相手と再婚した元夫だった。そういえば聞いたぜ。お前、年収60万らしいな。別れて2年も経ってるのに、そんな高校生のアルバイト並みの給料なのかよ。本当にお前って才能ねえんだな。そう言って私をあざけ笑う元夫。私は肩をすくめて微笑を浮かべながら言ってやった。あなた、何も知らないんだね。私の名前はのぞみ、38歳の主婦だ。今の夫とは結婚して1年が経つ。彼はとても優しくて紳士で私のことをとても大切にしてくれる。だがその前の夫とは本当にうまくいかなかった。今思い返しても本当に最低な人で、彼以上にひどい男性を私は知らない。今日はそんな元夫とのエピソードを話そうと思う。
元夫の名は正人。私と彼は大学の同級生だった。同じ学部で同じ学科で同じゼミにいたので、嫌でも毎日顔を合わせる。彼は初めて会った時はとても印象が良かった。明るくて爽やかで面白くてイケメンで、少女漫画で主人公が憧れるようなそんなタイプの人だった。いつも周りに人がいて、男女問わず仲良く話すような感じ。だから私も彼とはすぐに仲良くなった。私は密かに恋心を抱いていたのだが、きっと彼からしたら友達の一人なんだろうなと思っていた。しかしある日のゼミの後、私は彼から告白された。のぞみのまっすぐにいろんなことに向き合う姿、かっこいいなって思って、気づいたら好きになってた。俺と付き合ってください。そんな風に告白をされて私は嬉しかった。そして私たちは大学2年の時に付き合うことになったのだ。それからは楽しいキャンパスライフを送り、私たちはお互いに社会人に。彼は営業マンとして働き、私は事務職に就いた。社会人になってからは同棲を始めて、結婚を前提に一緒に生活をするようになった。それから私たちは同棲生活を2年ほどして結婚に至った。彼からプロポーズをされた時は本当に嬉しかった。同棲生活でいろいろと嫌な部分も見えたけど、それはお互い様だし、それ以上に好きなところの方が多かったのだ。だから私はすぐにプロポーズを承諾し、私たちは結婚をした。結婚生活と同棲時代の大きな違いは、私が寿退社をして専業主婦になったことだ。私は夫から、独身時代は別に自由にしててよかったけど、結婚したからには家庭に入ってほしいと私は言われた。その時は特に仕事に執着をしていたわけでもないし、他にやりたいことがあったから構わなかった。だから私は仕事を辞めて専業主婦になったのだ。それからは家事に専念して、夫のことを支えてきた。最初は新婚らしく幸せな日々を過ごしていたのだが、だんだんと夫の態度が変わってきたのだ。きっかけは夫が昇進したことだった。おい、今日はチンケなメニューだな。え？俺は20代で課長になったんだぜ。もっと豪勢なもんを用意しろよ。いや、そうは言っても、あなたの好きな煮物を作ったんだけど。煮物なんて貧乏くさいもんいらないんだよ。もっと贅沢なもん出せよ。カニとか高い肉とかよ。いやいや、そんな高いものばかり買えないよ。何言ってんだよ。俺はこれからどんどん出世してくんだぜ。俺がテンションを上がるものを作れよ。こんな庶民的な料理はなえるんだよ。そう言って夫は私の作った料理をゴミ箱に捨てたのだ。ちょっと何をしてるの？こんなもの食べてたら縁起が悪いだろ。だから作り直せ。そんな、冷蔵庫にはあなたが言ったような食材なんてないよ。じゃあ出前を取れ。俺を満足させる飯を用意しろ。夫はそうやって私に高価なものを食べさせるように命令してきた。出世しただけで人はこうも変わってしまうものなのか。私は毎日高い食材を買ってお金のかかる料理を作らなければいけなくなった。こんなに散財していいものかとレシートを眺める日々。しかも夫は出世したからにはいいものを身につけなければいけないと言って、ブランド品ばかりを買い漁るようになった。時計とか服とか、またスーツも高いものにして、正直どうしてそんなに見栄を張るようなことをしているのか、私にはわからなかった。確かに夫は若くして出世したかもしれないが、それでもまだ課長だ。贅沢三昧ができるほどの稼ぎではない。それなのにこんなにお金を使っていいわけがない。私はそれからというもの、せめて食費だけは節約しようと思い、料理の腕で夫を欺くことに決めた。まずはお肉だ。たとえ安いお肉でも、
下処理の仕方を工夫することで、まるでいいお肉を使っているような味になる。ソースとかもいろんなレシピを調べて、また100円ショップとかで安いけどそれっぽく見える皿を買って肉を出せば、なんちゃってフレンチみたいな感じに見せることができる。実際、夫は本当は安いお肉でもそういう工夫をして出せば、高いお肉だと勘違いして美味しそうに食べていた。正直、夫の舌は貧乏舌なのだろう。黙って安い食材を紛れ込ませても何にも気づかなかった。なんなら夫がブランド品を買い漁るから、その分昔よりも食費を削っても全く気づいていなかった。挙句の果てには、やっぱり課長の俺には高い肉が似合ってるよな、なんて言いながら食べてて、私は吹き出しそうになるのをこらえたことがあるくらいだ。そうやって、だましだましこっそりと節約をしながら暮らしていたのだが、夫は今度は、そろそろ子供を作んないとな、と言い出した。私は今の夫の散財の仕方で、子供を育てることになったら家計は火の車になると思った。だからやんわりと乗り気じゃないことを伝えた。まだ無理に作ろうとしなくていいんじゃない？子育てってかなりお金かかるしさ。私がそう言うと、夫は目を見開いて怒った。俺の稼ぎが少ないって言いたいのか？俺は課長だぞ。このまま順調にいけばすぐに部長だ。金の心配なんてしなくていいんだよ。専業主婦なんだから黙って俺に従え。そのように怒鳴り散らす夫。夫は若くして昇進したことでかなり傲慢になっているようだ。私のことをそうやって見下してモラハラ発言を繰り返すようになった。さらには子作りにも積極的になっていて、それも厄介だった。食費に関してはこっそりの節約でなんとかなっても、子供ができてしまってはさすがに節約にも限界が来てしまう。そのため私は避妊薬を飲むことにした。子供は私ももちろん欲しいが、今はちゃんと節約をして貯金をしないといけない。夫にも少しずつ金銭感覚を元に戻してもらう必要があるし、今は子供を産むタイミングではない。夫はなかなか子供ができないことを不思議がっていた。子作りをすると言い出してから数ヶ月が経ったが、一切できる様子がないからだ。そりゃ私が避妊薬を飲んでいるから子供ができないのは当然だ。私はこの数ヶ月で夫の金銭感覚を戻そうと努力をしていた。ねえ、プライベートは別に会社の人とは合わないんだから、高い服を買わなくていいんじゃない？その分のお金を食費に回すとかしようよ。私は定期的に夫にこう言ったことを言っていたのだが、夫は全く聞き入れてはくれなかった。お前は本当に分かってねえな。会社のやつらが見てなくてもいいものを身につけている人が一流なんだよ。それでばったり出くわした時にブランド品を着こなせていたらかっこいいって思われるだろう。そうやって上司に憧れる部下が出来上がってくんだよ。なんかすごくずれた価値観のように感じるが、夫はそう言ってブランド品を買うことをやめなかった。だから私も避妊薬を飲むのをやめることができなかったのだ。そんな中、夫がこんなことを言い出した。お前さ、不妊なんじゃねえの？え？子供ができないのはお前に責任があるって言ってんだよ。どうしてそんなことを決めつけるの？まさか夫からこんな発言が飛び出すとは思わなかった。私が避妊しているから私のせいではあるのだが、それでも自然と私が原因だと決めつけてきたことはちょっとショックだった。妊娠は二人の問題なのに、一方的に私に非があると言ってくるのはどうかと思うよ。あなたは不妊かどうか調べたの？私がそう言うと夫は切れた。俺に原因があるわけないだろう。俺は完璧なんだよ。順調に出世して、早くに子供を持って、公私ともに成功している存在になるんだ。足を引っ張ってるのはお前なんだよ。夫の傲慢さはどんどんひどくなっていた。
どうしてこんな人と結婚をしてしまったのだろうか。私は精神的に若かった過去の自分に後悔した。もっと冷静にいろんなことを見ていれば。夫は昔から調子に乗りやすい部分があった。大学生の時もゼミで先生から褒められるとずっとはしゃいでいた。その時は私はまだまだ子供で、少年のようにはしゃいでいて可愛いなと思うくらいだった。だがそれから1年ほど経った後に他の同級生の男の子から聞いた話だと、その時の夫は俺の方がすごいと言って、周りの男の子のことを見下す態度をとっていて面倒くさかったらしい。当時は私は夫が中心的人物で誰とでも仲良くできているように見えていたが、どうやら周りが大人だっただけのようだ。それでも恋は盲目というだけあって、私はそんなことは頭から除外してしまっていた。実際、当時は私にはずっと優しかったし、そういった一面を見たことがなかった。だから同級生たちの言葉をあまり信じていなかったのだと思う。なんとかして夫との関係性を良くしないと。離婚も考えたが、今の私には再就職していい給料がもらえる可能性はかなり低い。そのためこの結婚生活を続けながら、自分のやりたいことでお金をもらえるように頑張ろうと決意をした。それは私が昔から趣味でやっていたハンドメイド作品を売ること。私はアクセサリーとか小物とかを自分で作るのが好きだった。大学生の頃とかは自分で作ったハンドメイド作品を身につけていて、友達からそのイヤリングかわいいとか、そのアクセサリーどこのとか言ってもらえていた。私が自分で作ったと言うと、みんなすごく驚いていて、私にも作ってほしいなんて言ってくれる人もいたくらいだった。社会人になってからは忙しくて作る頻度は減っていたが、専業主婦になってからは少しずつ作品数を増やしていた。そして最近オンラインショップを開き、SNS も開設して作品の販売を始めていたのだ。まだまだ始めたばかりで、なかなか売れなかったが、最近は催事に出展したりしながら地道に活動を続けていた。ちょっとずつフォロワーが増えていくだけで嬉しかった。夫との関係性がさらに悪くなったことで、私は自立して稼げるようになろうと強く思った。だから今までよりもペースを上げて作品をたくさん作っていき、数多く販売するようにしていった。最近は DM で制作依頼をしてくれる人も出てきたので嬉しい。依頼を受けて実際にお金が振り込まれると、ちゃんとビジネスや商売をしているという感覚になれる。だがここでも夫が邪魔をしてきた。最近、お前、部屋にこもって何作ってんだよ。私はあまり詳しくは言いたくなかったが、とりあえず説明することに。すると夫はそれを鼻で笑ったのだ。ああ、なんか大学生の頃からそういうのやってたっけ。そんなん売れるわけないんだからやめろよ。いや、でも注文来たりしてるんだよ。すごく可愛くてお気に入りですって言ってくれる人もいるし、ちゃんと本気で作ってるんだから。私がそう言っても夫は聞く耳を持ってはくれなかった。そんな趣味に本気になってどうすんだよ。だいたいお前それで月にいくら稼げてるって言うんだ。今は月に3万くらいだけど。しょぼ。そんなんじゃやってる意味ないだろ。そんなことよりも妊活したり不妊治療をしろ。この馬爪が。夫はそう言って私を罵倒してきた。もう耐えられない。なんでこんな奴のために私は一生懸命に家事をしなければいけないのだろうか。私はこの人と結婚している理由がわからなくなってしまった。そんな時、夫がいきなり離婚届を突きつけてきた。離婚してくれ。え？お前よりもいい女と付き合うことになった。は？何言ってるの？それって不倫ってこと？違う、乗り換えだ。より良い会社に転職するように、俺もいい女に嫁を乗り換えるってことだ。
それで俺はあいつと再婚をして、子供を持ち公私ともに成功者になるんだ。私は呆れてしまった。そう、いいんじゃない?私はあなたの望むレベルじゃなかったってことなんでしょ?よくわかってるな。そういうことだ。でも不倫してたって言うなら、慰謝料はもらうからね。そんなはした金、くれてやるよ。わかったわ。じゃあすぐに手続きをしましょう。私は夫が突きつけてきた離婚届にサインをした。夫は離婚届を受け取ると、さっさと荷物まとめて出て行けよ、と言って自室に入っていった。私は納得はしたものの、夫から捨てられたような感じがしてかなり腹が立った。絶対に見返してやる。私はそう心に決めて、夫と住んだ家を出て行った。その後、実家に戻り、慰謝料などの手続きなどを終えて夫との離婚の手続きなどをすべて済ました。それからは私はひたすら自分の作品作りに時間を費やした。そしてあっという間に2年という月日が流れていった。ある日、私が街を歩いているといきなり声をかけられた。あれ?のぞみじゃねえか。マサト。そこにいたのは、なんと2年前に私を捨てて不倫相手と再婚した元夫だった。相変わらず幸の鬱そうな顔をしてるな。相変わらず態度がでかいのね。嫌なやつと再会したなと思いながらも、無視をするとめんどくさそうなので、とりあえず久しぶりに会話をした。そういえば聞いたぜ。お前年収60万らしいな。別れて2年も経ってるのに、そんな高校生のアルバイト並みの給料なのかよ。本当にお前って才能ねえんだな。ハンドメイド作家なんてやっぱり稼げねえんだな。そう言って私をあざけ笑う元夫。私は肩をすくめて微笑を浮かべながら言ってやった。あなた、何も知らないんだね。え?きっと大学の同級生とかから話が流れているんだろうけど、あなたが言っている60万って年収じゃなくて月収よ。え?私頑張って作品を作って、販売を一生懸命に続けたおかげで、かなりの数の依頼を受けるようになったのよ。だから収入は2年前に比べると、かなり上がって月60万稼げるようになってるの。そ、そんな、嘘だろ。お前が、月収60万。別に嘘をつく必要もないけど、別れた元夫なんかに。それよりあなたはどうなの?順調に出世して子供も生まれたのかしら?私がそう聞くと夫の顔が引きつった。そ、それは。ああ、そういえば大学の頃の男の子の友達に聞いたんだった。あなた、会社で大きなミスをして課長から降格させられたそうね。しかもそれで給料が下がったから、すぐに再婚相手に捨てられたそうじゃない。ああ、あとあなたの再婚相手、ああ元再婚相手ってさ、キャバクラで働いてて男が何人もいるので有名だったらしいわね。え?子供を身ごもったからあなたと結婚したみたいだけど、話によるとあなたと結婚する前からお腹の中に子供がいるって聞いてた人、多かったみたいよ。実際、同級生の男の子もそのキャバクラで話を聞いてたみたいでさ、その後にあなたと結婚したからびっくりしたって言ってたわよ。もしかしたらあなたの子供じゃなかったんじゃないの?そんな、俺、今も養育費を支払ってるんだぞ。あらら残念ね。でも父親として認知しちゃったんでしょ?だったら血がつながっていなくても、もう法律上では親子関係となっているから、養育費は支払わないといけないわよ。そ、そんな。元夫の顔がみるみる青くなっていく。なんで俺ばかりこんな目に。元夫は反狂乱になって、今にも暴れそうだった。私は冷静に、あなたが今まで調子に乗ってきた罰が当たったのよ。と吐き捨てるように言ってその場をそそくさと去っていった。
それから大学時代の同級生と会った時に聞いたのだが、元夫は元再婚相手のところに突撃し、口論の末に手を挙げてしまい通報されて逮捕されたらしい。当然会社もクビになり、現在はフリーターの状態で元再婚相手に怪我を負わせた慰謝料と養育費を支払う日々を送っているそうだ。まあ気の毒な部分もあるが、基本的に自業自得なので同情はしない。一方、私は去年に歳時などで知り合った男性と結婚をし、今も幸せに暮らしている。今の夫は私の仕事に理解を示してくれていて、さらにちゃんと大手企業の会社員として稼いでいるので、私たちはすごく豊かで、それでいて仲良く楽しい日々を過ごしている。これからも夫と二人でいろんな思い出を作っていきながら、楽しい夫婦生活を送っていこうと思う。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。